9月30日のダウンタウン DX に出演した山之内すずのご飯の食べ方がよごすぎると視聴者から批判が殺到しました。売れっ子の休日に迫った今回の企画では、ゲストたちはプライベートを公開し、山之内も私生活を公開していき、途中には食べ歩きを満喫する密着映像が流されました。山の内はラーメン店を訪れ、写真に収めた後いただきますと口に運んだが、熱いと言いながら勢いよく口内に収納し、松本人志から器と顔の距離をいじられていました。その後も山の内はもだえながら食べ進めていくのだが、麺は途中で噛み切らず、ズルズルとした膜音は店中に響き渡っており、容姿とは対照的に、あまり綺麗とは言えない光景が繰り広げられてしまいました。これらの見かけによらない食べ方に、視聴者から麺を噛み切らず口に入れ、吸引器のような音を立てるラーメンの食べ方は特に賛否を招くことになり、ひどいな。育ち悪いのか。ラーメンの食べ方がよごすぎて引いた。箸に取る麺の量が多すぎるし、すすれなくて口に詰め込んでるし、途中で麺加えたままはみせて喋ってたし、途中で噛み切ればよいじゃないか。自分の口の大きさを理解せず、かましもせずに放り込むから顔めっちゃいいのに食べ方汚くてちょっと幻滅しちゃった。ラーメンの食べ方といい、フルーツサンドの食べ方といいひどすぎる。見てて不快になったという声が殺到しました。食べ方の汚い美女といえば、有名どころだと北川景子が挙げられると芸能ライターはいい、北川は向かい下をじたり、箸では泣く顔を持っていくように口へ運んだり、口に含んだまま臓器に応じたりと、あまり上品とは言えない作法がテレビで確認されていますと語りました。著作権者本本無断コピー、無断転載及び再配布禁止、違反時の法的措置。